はい、チームアップガレージの小林隆です。Q1 を僕が担当したんですけれど、7位で無事通過することができて、Q2 の小出選手にバトンを渡すことができました。で、結果ですね、13番手という位置で、明日の決勝を迎えることになりました。まあ、前回の富士がですね、予選から結構苦しんでいて、なかなかマシンのバランスも良くなかったんですけど、今回は、そこら辺はうまく改善はできてきたかなと思うので、まあ、ウエイト積んでる割にはいいタイム出てると思うので、明日の決勝もこの調子維持してですね、しっかりと表彰台争いに絡んでいきたいなと思っているので、明日も応援よろしくお願いします。はい、予選終わりました。結果はですね、小林選手が Q1 を通ってくださり、僕が Q2 を担当したんですが、惜しくも13番手という結果に終わってしまいました。まあ、明日の、決勝レースはですね、僕らのチームはすごく決勝のペースはいいので、しっかりと、まあ、長いレースになるので、前を向きつつ、しっかりマシンをいたわって最後まで、プッシュして、最終的には、ポジションを確実にアップさせて、ポイントを取って帰りたいと思います。応援お願いします。